ここで、仏教が起こるまでのインドの、歴史的情勢について、インドの地図を見ながら少し見ていきましょう。まず、インダス文明ですね、紀元前の2600年頃から、インダス川流域を中心としていたしまして、インダス文明が起こります。で、このインドの地図ですけど、これは三角形になっておりまして、でここにインダス川がありますね。で、ですね、ちょっと分かりにくいんですけれども、ここにモヘンジョダロとかですね、ハラッパなんかっていうようなインダス文明の遺跡の、地名が載っておりますが、この紀元前2600年頃に、できたですね、起こり始まりましたインダス文明は、その後、発展を続けまして、紀元前2000年ぐらいから、紀元前2300年頃から紀元前2000年頃までに、その最盛期を迎えたというふうに考えています。で、この文明がどのような文明であったかっていうことは未だつまびらかになってないことが多いんですけれども、現在でもインドに残っております、沐浴ですね、水に浸かって体を洗う沐浴とか、あと不摂生とか、菜食主義の、傾向ですね、これは、このインダス文明の、名残であったのではないかっていうふうに思われるくらい、このインダス文明っていうのは、非常に宗教色の豊かな、文明であったというふうに考えられています。そしてこのインダス文明はですね、紀元前1800年頃から、衰退を始めます。それでですね、インダス文明が、衰退を始めたあたりですね、その後ですね、これね、紀元前1500年頃って言われる場合と、紀元前1300年頃って言われる場合があるんですけども、ここにヒンドゥークシュ山脈っていうのがあるんですけども、このヒンドゥークシュ山脈のあたりから、アーリア人っていう人がですね、このアフガニスタンの方からこうインドに侵入し始めます。このアーリア人はですね、ここからこういうふうに入ってきまして、初めのうちはですね、ここに実はパンジャーブ地方って言いまして、5つの川がですね、こうインダス川にこう落ち合うあたりがあるんですけども、このパンジャーブっていう地方なんですけれども、このあたりに、住み着いて、牧畜を主としながら、まあ、農業も営むというような生活をしていたようです。この生活はですね、紀元前の1000年頃まで続いたようです。その後紀元前の1000年頃から、紀元前の600年頃にかけて、ここにいたアーリア人たちが、ここにジャンナー川っていう川と、ここガンジス川ですね、がありますが、この辺りですね、ここクルクシェートラって言いますけれども、このクルクシェートラに、こう進展し始めるんですね。ところが、紀元前1000年から紀元前、600年頃っていうのは、まだ灌漑の技術が未熟であったりとか、あと農具の技術なんか発達っていうんですかね、性能が未熟であったと見えて、例えば、自然災害の回避とかですね、あと豊作ですよね、そういうものはもっぱら先ほど見たバラモンの、祭祀に頼っていたようなんですね。で、ここでそのように、バラモンの祭祀に頼りながら、農村社会ですね、農村社会が、成立します。この農村社会は、遅延とか血縁によって固定されたもので、そこでですね、実はこのバラモンの権威が確
立するような形になります。ところが、このノーション社会において、バラモンの権威が確立しますが、その後紀元前600年以降ですね、考えの技術なんかも発達してきますし、農機具なんかも発達してきます。それで、農業、農産物の余剰ができてくるんですね。でそれで、商業が盛んになってきまして、いわゆる都市っていうものが形成されるようになってきます。そうしますと、この農村社会っていうのは、比較的固定的な社会なんですけれども、商業、貨幣経済はですね、人の行き来が、往来が激しくなって、流動性が高くなってくるんですね。その結果ですね、農村社会などに独特のこの何ですか、祭祀に依存したバラモン教に依存したものでない、自由思想、すなわちジャイナ教とか仏教などと言われるものがこの辺りで成立してくることになります。このようにですね、異なる経緯で誕生した、バラモン教と仏教ですから、当然その特質も異なってきます。仏教の個性はバラモン教と比較することでより明らかになると思われます。ここに示した表はですね、フランスの東洋学者の、ポール・マッソン・ウルセルっていう人のですね、研究によるものです。ベーダとリオーガっていうものをこう対照的に示してありますが、ベーダっていうのは、バラモン教っていうふうに考えて良いですし、このリオーガっていうのはですね、仏教っていうふうに考えて支障がありません。でこのリオーガっていうものはですね、非常に多岐にわたるんですけれども、主要なもヨーガの主要なものは瞑想ですね、瞑想だというふうに考えておけばいいと思います。まずですね、先ほどの地図で見たように、ベーダっていうのはですね、このアーリア人のものですから、外来のものっていうことになりますね。で、しかもですね、この祭式において、動物を殺戮して犠牲に捧げます。でその一方でこのヨーガっていうのは不摂生を重んじ、完全な菜食主義とは限らないんですけども、菜食主義を重んずる傾向にあります。でこのあり方がですね、先ほど見た、インダス文明ですね、インダス文明に通ずるところから、このヨーガっていうものは、非アーリア、全アーリア、もっと言ってしまうとインダス文明由来、すなわち土着のものっていうふうに推測されることもあります。で、この次ですね、このバラ、ここちょっと重要なところなんですけども、バラモン教っていうのはですね、ベーダの学習による祭式の知識っていうものを、本質として、この祭式の知識によって他者である神々をコントロールしようというような宗教であります。そして、先ほど来ちょっと申し上げました通り、このベーダによる祭式の知識を、バラモンが、口伝いでですね、独占することによって、この権威を振るうようになるんですね。でこの、バラモン、これですね、カースト的身分制度、バルナ制って言いますけども、先ほど言いましたあのバラモン、クシャトリア、バイシャ、シュードラっていうのは、このバラモンの、権威に基づいて働いていますので、このバラモン教っていうのはどうしてもこのカースト的身分秩序、バルナ制を、重んじるように主張するようになります。これに対しまして、仏教はヨーガ、あるいは瞑想と言ってもいいんですけども、ヨーガの実践による知恵の力ですね、これによって、これがこの祭式っていうものが他者である神々をコントロールすることを本質としていたのに対して、この仏教の
この知恵の力っていうのは何かっていうと、自分自身をコントロールすることを本質といたします。ここがこの本質的に、バラモン教と仏教の違うところであります。で、そういうような仏教ですから、もちろんこのバラモンの彩色なんかとは無関係ですから、その知識に裏打ちされたですね、バラモンの権威なんていうものはもう眼中にありません。でさらに、そのこの権威によってこのカスト的身分的秩序っていうのは、構成されておりますけれども、まあそういうものも無視しますね、もちろんね。で、